この動画はディジキーの提供でお送りします。こんにちは。今日は倒立紳士を作ってみます。倒立紳士をまず簡単に説明するために、一見がですね、人間倒立紳士をやってみます。ここに長い棒がありますが、この長い棒を立たせようとすると非常に不安定です。こういうふうに非常に不安定なものを立てるというのが倒立紳士になります。一見の人間倒立紳士は今非常に安定していますが、外乱ですね、こういうふうにピッてやると手を動かさないとすぐに倒れてしまいます。もう一回いきますね。こういうふうにでやると倒れてしまうんですが、これを実際にですね、電気電子工学と制御工学の力を使ってやってみます。今話したように、実際の倒立紳士というのは電気電子工学と制御工学の融合分野です。しかも立たせるのは結構難しかったりします。そういったチャレンジングな内容に今日は挑戦していきます。では実際に倒立紳士を作っていきます。今日使う部品はスポンサーのディジキーから、購入しました。まあ実際の電子部品をディジキーから購入したわけですが、今ディジキーではミステリーギフトキャンペーンというのをやっています。それは何かっていうと、概要欄にあるリンクからディジキーで部品を購入してもらうと、ディジキーのオリジナルグッズが当たるという企画です。最低購入金額とかの制限は特にありません。今回も部品を購入するときにこのリンクを使って注文したんですけど、ミステリーギフトがですね、別の箱で届きました。部品と一緒には届きません。こんな感じでですね、物が届くんですけども、何が届くのかはお楽しみです。ちなみにそのギフトの中の一つだけを開示しますが、こういったステッカー類が届きました。あと2万円以上部品を購入していただいた人はこういった T シャツが当たります。こちらのミステリーギフトや T シャツの応募なんかも数量の制限がありますので、ご希望される方は早めに応募お願いします。これから倒立紳士を作りますが、その前に動作原理を簡単に説明します。これが倒立紳士の本体だとしましょう。ちょうどこのくらいの位置でバランスが取れて静止します。これ非常に不安定な形なので、これを直立させるというのは難しいです。例えばバランスが少し崩れてこちら側に倒れたとしましょう。その場合どういうふうに立たせればいいかというと、バランスが崩れて倒れてきました。ここでタイヤを回してこちらの方向に持っていくと、でここでまたバランスが取れると。逆に今度こちら側に倒れたとしましょう。その場合どうするかというと、タイヤをこの方向に回転させてバランスを取るようにします。このような動作を繰り返すことで、この倒立紳士のバランスを維持して、この不安定なモデルを立たせるということをします。この倒立紳士がどのくらい傾いているのかを知りたいです。それを知るために角度センサー、ジャイロセンサーとも呼んだりしますが、これを取り付けて倒立紳士がどのくらい傾いているかというのを検出します。その角度情報をもとに、この倒立紳士が倒れない位置まで持っていきます。では実際に作っていきます。これが先ほどの角度センサーです。どれくらい傾いているのかが分かります。その傾きの情報をこちらにあるアウデュイのマイコンに取り込んで、いろいろ処理していきます。今実際にどれくらい傾いているかの情報を取り込んで、ここに表示しています。この倒立紳士のバランスが取れていない時というのは、この値がですね、少し動くんですね。傾けると、はい、値が変動しました。こちらの方向に傾けても緑色の線が動いていますね。こうやって傾きの情報を取り込んでいきます。次にこの傾きの値からモーターを回したいです。傾いてしまった傾きの角度というのをなるべくゼロに戻すためにモーターを回すというのは先ほどやりました。これは角度センサー、そしてモーターを回すためにはモータードライバーというのがマイコンとは別に必要になります。そしてこれがモーターです。モーターをどのくらい回すかはマイコンが角度センサーから受け取ったその角度の情報をもとに計算します。次にマイコンはモーターを直接回すことはできないので、このモータードライバーを使います。これでモーターを強力に回せるようになります。では簡単なデモンストレーションをしてみます。今の角度センサーの傾きはほぼ0度ですので、このモーターというのはあまり回転していません。角度を少しずらしてみる、つまり倒立紳士が傾いた状態にすると、はい、モーターは勢いよく回ると。でモーターが回って倒立紳士の角度がですね、バランスが取れると、モーターの動きっていうのはほとんど止まったような状態になります。で静止した位置に戻ってきて、今度反対側に傾いてしまった場合はどうするかというと、センサーが傾いたとしましょう。そうするとモーターはまた勢いよく回り始めます。で倒立紳士の傾きがバランスが取れるような状態に戻ってきて、またモーターはほとんど静止して、まあ、うまいことバランスを取っている状態になるわけです。実際に使う部品を並べてみました。これはタミヤのユニバーサルプレートと、あとはギアボックスですね。これが一番使いやすいかと思います。
このモーターの部分結構気をつけてほしいんですけども、キャパシタ追加しています。このようにセラミックキャパシタをモーターのプラスマイナスと、あとはマイナスとボディ、プラスとボディの間にこのように接続しないとノイズがひどくてマイコンがまともに動きません。これかなり重要です。モーターの種類については基本的に何でもいいかと思います。一番ローパワーな標準的なモーターでも使えますし、なんとかダッシュモーターとかそういったモーターも十分に使えるかと思います。ただこういったハイスペックのモーターは高いので、標準的なモーターでも十分です。倒立紳士が立たないとかそういった時になって初めて検討するようなモーターです。これがマイコンボードとモータードライバー基板、そして回転角のセンサーです。先ほどはこういったブレッドボードを使って組み立てていました。このブレッドボードを使うとですね、この倒立紳士が倒れた時に部品とか配線がすっぽ抜けます。それね、非常にやりにくいんですね。なので一見オリジナル商品のブレッドボードプリント基板を使いました。こちらのブレッドボード基板、部品をかなり強力にハンダ付けできます。ブレッドボードを使うとこの角度センサーがグラグラして使い物にならないんですね。こういったのもプリント基板を使った理由です。あとはメカトロニクス系の工作で使いやすいように、穴のピッチをタミヤのユニバーサルプレートと合わせてあるんですね。ここ少しこだわった点です。ぜひ使ってみてください。概要欄にあります。では実際に組み立てていきます。こんな感じのフレームにしてあります。ここにあらかじめポールを立てておいたので、ここをスポッと入れると、でここで基板自体をしっかりと固定してしまいます。この角度センサーが揺れてしまうとどうにもならないので、この固定はかなり重要な部分です。裏面にアウデュイの基板をこういう風に折り曲げて、両面テープかホットボンドかなんかで貼れば完成です。あと忘れてたんですけど、モーターとモータードライバーから出てる線もハンダ付けします。ここハンダ付けしたんですけど、プラプラして邪魔なんで適当に固定してしまいます。まず最初にこれがどのくらいの角度で立つかです。これが90度の状態です。この状態で指を離すと倒れてしまいます。ちょっと傾けた状態ですね。このくらい、98度とか99度とか100度近くですかね。この状態でバランスします。まず一旦プログラムを書き込んでみます。プログラムを書き込んでみて立たせてみたんですけども、今ですね、制御は最も簡単な比例制御というものを使っています。この状態ででもですね、なんとなく形にはなっていますね。車体を倒していくとどうなるか、例えば画面左に倒していきます。そうすると車輪の方向が車体が倒れないような方向に回っています。逆に車体を今度右側の方向に倒してみます。車体が倒れないような方向に車輪が回っていきます。こんな感じですね。この状態で支えがあれば立てるんですけども、あまり安定的に立っているとは言えません。ですのでもう少し調整してみます。どういうふうに調整していくかが重要です。ここにブロック線図を書いてみました。先ほどの電気電子の部分とは違って、ここからは割と制御工学的な分野です。今回は PID コントローラーを使いました。 PID というのは比例積分微分の英語の頭文字をそれぞれ取ったものです。ここが指令値の角度です。先ほどの直立した角度ですね、今回は100度としました。角度の指令値というのをここに加えます。でここにマイナスの角度が入ってきています。これは何かというと、この角度センサーから取ってきた角度の値です。こういうふうに入ってきて、でここで引き算をすると、角度の指令値とセンサーで取ってきた角度の差分というのがこのエラーです。それを PID コントローラーに入力します。この PID コントローラーの出力というのがモータードライバーに入って、でそしてモータードライバーがモーターを回すわけです。こちらの青い点線で囲んだ部分がマイコンの中でやっていることになります。 PID コントローラーのそれぞれの役目を簡単に紹介します。 PID コントローラーの P の部分は何をするか、この車体が傾いてきたとします。車体の傾きの角度に比例してモーターの回す速度を速くします。例えばこの状態だとモーターは回りませんが、どんどん傾けていくとモーターの回る速度というのはどんどんと速くなっていきます。次に PID 制御の I 制御の部分です。それは何をしているかというと、バランスしている位置からの傾きの値というのを積算していきます。それが積算されていきます。ですのでちょっと傾いたとしても、その傾きの値というのがどんどん積算されていって、モーターの回す速度というのはどんどん速くなっていきます。ちょっと傾いた状態が長引くほど、モーターの回る速度はどんどん速くなっていきます。そして最後 PID 制御の I 制御です。例えばこの瞬間車体が傾いたとします。
その傾きをなくす方向に D 制御は働きます。一瞬だけこういうふうにピッっていうふうにモーターを回してくれるわけです。 D 制御は非常にゆっくりとこのように傾けていったとしてもほとんど D 制御は効きません。なぜなら角度の微分だからです。こんな感じで PID 制御の比例ゲイン、積分ゲイン、そして微分ゲインを調整していきます。これの調整が結構難しいです。今 P 制御だけを使っています。この車体の角度に比例した制御というのをしているわけですが、これがですねなかなか、まあ、あんまし安定しないんですね。こういうふうに結構 不安定になっちゃうんですね。こういうふうにこのように P 制御だけで立たせるのは難しそうです。次は D 制御ですね。このように車体がちょっとだけ傾いた時に一瞬だけピッっていうふうに戻してくれる制御を入れてみます。 PD 制御を入れてみました。 PD 制御だけでもですね結構うまい感じに立ってくれるんですね、まあ、ただかなり不安定ではあります。一方向に傾いてしまうと PD 制御だけだとなかなか元の位置に戻るというのは難しいんですね。なんか一方に傾いたらずっとその方向に進んでしまうというふうになってしまいます。ただ P 制御だけの場合と比べると PD 制御は随分とマシにはなります。次は PD 制御に加えて I 制御も入れてみます。 PID 制御を入れてみました、こんな感じでですねうまいこと立ってるんじゃないかとなとは思うんですけど、まあ、完全に直立するというわけではないんですね。これはですねここまで調整した結果なのでなかなかこれ以上調整するというのは難しいです。ただかなりいい線はいっているかと思います。どうしてもこの画面右の方向に行ってしまうんですね。不安定な径をですね安定させるって非常に難しいんですよね。先ほどまではフラットな床面でやってたから結構難しかったんですけど、こういうふうに床面がソフトなところでやってあげるとだいぶ楽に立たせることができるようになってしまいます。このように本体をつついて外覧を与えてみました。見てわかる通り頑張って立とうとはしてくれています。その通り、まあ、意外と頑張ってくれていますね。押した瞬間に車体が倒れないように車輪の方向をうまく制御して車体の角度を持ち直してくれています。これが倒立紳士です。電源を切るとどうなるかというと、はい、こういうふうに倒れてしまいます。はい、ということで倒立紳士なんとか立たせることはできました。想定よりうまくはいったんですけども、やはりかなり難しいですね倒立紳士をやるというのは。もし次回作る時にですねこんなことを改善できたらいいんじゃないかなっていうのをいくつかまとめてみました。まず一つ目が車体が軽いということはかなり重要です。車体の重さに負けないくらい強力なモーターが必要ということです。実はこちらの倒立紳士1作目ではなくて2作目です。1作目はこちらを作りました。車体が重めなんですね。でモーターも強力なタミヤのなんとかダッシュモーターとかいうのを使ってるんですけども、それでも車体の重さにパワーが負けてしまっています。やはり車体を軽くするというのは非常に重要です。次はセンサーの固定方法です。通常のブレッドボードでやるとどうしてもこのセンサーがですね少し動くんですね。カタカタしてしまいます。制御をより難しくする原因ですのでしっかりと固定しなければいけません。でこちらの基板もですね上の基板に直接固定ではなくて車体の方に直接固定するように変更しました。こういったセンサー類の固定というのは非常に大事です。次に車輪を回す方法です。今回車輪とモーターは直接接続ではなくてギアボックスを介しています。ギアボックスを使うとこのようにバックラッシュがどうしても存在するんですね。このバックラッシュ取り扱いが非常に難しくて倒立紳士を難しくする原因になります。ですのでもしですね皆さんがやるときはこういったギアボックスを使わないで車輪とモーターを直接接続するダイレクトドライブの方法をおすすめします。そうした場合モーターの回転数というよりかはどちらかというとモーターのトルクの方が重要になります。ダイレクトドライブする場合は高トルクのモーターを選んでみてください。結構難しいトピックだったんですけども、まあうまくできてよかったかと思います。最後にディジキーで部品を購入する方ミステリーギフトも応募してみてください。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見の公式 LINE あることを皆さんご存知でしょうか。概要欄にあるリンクから登録できます。
LINE からメッセージを送ってもらえれば、その内容は全て一見に届くようになっています。全部見てます。なので視聴者の皆さんからこういったことをやってほしいとか企画の提案とかがあれば参考にさせてもらいます。企業の人も公式ホームページやメールアドレスの方からもご依頼お待ちしております。一見の YouTube を企業の PR や工場見学、研究所のアウトリーチ活動、人材採用への PR 活動などいろいろなことに活用できます。ぜひお問い合わせください。視聴者の興味を引きそうな我こそはという会社、ぜひお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。